もう言っちゃう方がいいよね。5年やってきて初めて晒す。実は煮卵こと煮卵は新しくフォローしてくれた方ありがとうございます。もう始まってます。始まってる。改めて煮卵ってどんなやつなんていうのを撮っていこうと思います。わー、今回はですね、皆様からあらかじめインスタのストーリーで質問を募集しました。翔太くんに読んでもらうと思います。やる気出して。やる気だよ。名前と生年月日教えてください。煮卵です。1997年10月27日に生まれ、26歳です。しょっぱなから嘘じゃん。いや、どうなんだろうね。どうなんと、どっちで行くの。もう結構ふわっとしてきたじゃん。ずっとふわっとしてきたじゃん。でも呼べないもんね。呼びたいよね。でも呼べた方が楽だよね。だからすごいよ、5年やってきて初めて晒す。初めて晒す秘密なんだけど、これ改めて撮るみたいなのをやりたくないのも、これから自然に撮りたいのよ。自然にで言うと、なんか名前公開ですね。5年やってきて初めての公開になります。実は煮卵こと煮卵は本名ではありません。すいません、すいません、すいませんではないか。普通に芸名として煮卵はつけていたんですが、煮卵が本名だなって思ってる子はすごくたくさんいると思います。ただ煮卵っていうのは煮卵からつけた名前なんですよ、本当は。だから逆の人多いよね、多分。煮卵だから煮卵なんだって思ってる子はいっぱいいると思うんですけど、実は煮卵っていうのが先についてます。なんで煮卵になったかっていうと、お母さんの煮卵が好きだからです。これ本名言うべき。もう言っちゃう方がいいよね。今まで隠してきた理由としては、別に公表しない方がいいかなと思って、プライバシーだし、と思って公表してなかったんだけど、最近の煮卵は素を出そうと思ってるし、その翔太との会話でも名前を呼べないっていう問題が一個あって、今も公表しちゃうと思います。ということで改めまして、もう言っちゃっていいのかな、ドキドキする。ということで私の名前はまゆりです。今まで隠されてきた5年間の中で、煮卵ですとか煮卵ですっていう方が多いもん。みんな煮卵ちゃんって呼んでるから、今まで通り煮卵ちゃんで大丈夫です。はい、なんか翔太がまゆりって呼ぶと思うんですけど、これからそれは私のことです。でもこれは多分これ見てくれてる人だけが知ってればいいかなって思って、うん、じゃあ次、何歳からこの仕事を始めましたか。21歳です。第3の夏からやってます。後悔じゃなければ学歴を知りたいです。学歴は東京家政大学という。もういいよ言っちゃって。女子大なんですけど、保育に通ってて、で4年生の大学だったんですけど、3年の夏に辞めて YouTube を始めました。アニメは見ますか。アニメめっちゃ見ます。おい、めっちゃ見ます。おい、めっちゃ見ます。マイブームはフリーレンです。嘘。薬屋の独り言好きですね。めっちゃ見てるよね。うん、めっちゃ見てるです。次、好きな食べ物と嫌いな食べ物。好きな食べ物はチョコレートと牛乳とトマトと梅干しと納豆です。渋。嫌いな食べ物はわさびと、あと油っぽいもの、カツとか。牡蠣も苦手。あ、牡蠣も苦手。いっぱいありますね。いっぱいあったね。次、小中高の部活。小学校は部活じゃないんですけど、バレーボールのクラブチームに入ってました。副キャプテンです。一応ちっちゃいけどね。ちっちゃいけど。小学生だから。中学の時は吹奏楽部でトロンボーンを3年間吹いてました。部長です。高校生になって陸上部のマネージャーを3年間やってました。終わり。終わり。どれが一番楽しかった？いやー、まあ、楽しかった。吹奏楽かな、やっぱ。マネージャーも楽しかったんだけど、吹奏楽はほんと全国目指して、めっちゃ厳しい中でやってて、制限された中で毎日部活やってたのが、やっぱ、すごい思い出に残ってる。めっちゃ怖かったらしい。ちゃんとね、小さいのに。小さいのに、そう。今度吹いてるとこ見たいの。ちょっと下手くそになってるけど。吹くの見る？今度。トロンボーン。今度じゃあトロンボーン吹いてる姿をお見せします。はい。次、無人島に一つだけ持っていけるとしたら何を持っていきますか。これはもう決まってます、だいぶ前から。何？翔太です。いや本当なの。だって一人で生きていけると思う？無人島にナイフとか持っててもじゃない。まあね、思うじゃん、うん、人が一人いた方が。ナイフも何もない俺がついてくる無人島に。いいよ。いいの？いいよ。あ、そう。一人で死ぬより二人で死んだ方が良くない？楽しくないじゃん。いや、行かない。え、だから、いや、知の知性が欲しい。脳みそが欲しいのよ。あ、生きていく。サバイバル能力が。確かに。ってなったら、やっぱ人が一人いた方がいいし、やっぱ男で必要じゃん。で、信頼できる男の人って考えたら、やっぱ翔太にしかいないじゃん。パパの。パパ。そう。
翔太がパパだけど、でもパパ連れてくるってなったらママとかなっちゃうからそれだったら翔太かなと思って。確かにね。頑張るわその時は。でしょ、うん、でなんか家とか作ってくれるじゃん。いや作れるじゃん、まあうん、だからそういうので。じゃ頑張って作るわ。サバイバル能力が高そう。うんうん。前で何する？私はあの頑張れって応援するあと料理とか頑張る。じゃ食材取るとこは俺がやんなきゃいけない。全部大変だね、うん、癒し担当まあ大事だからね、癒し。そうそう、無人島での癒し大事だから、ね、マッサージとかしてあげるじゃあいいね。はい、はい、ということでした。はい、次次叶えたい夢はありますか？叶えたい夢はあります。実はその YouTube 始めたきっかけがアパレルブランドを始めるっていうのが一番の夢で始めたんだけど、まあ、ランジェリーブランドと香水ブランドを立ち上げて、ここからあとアパレルブランドだけやりたいことですね。もうこれが叶ったら結構私この仕事の中でやりたいことをやり尽くした気がする。すごいまあとりあえずですね、まあ、始める始まりに過ぎないんですけどね。アパレルブランドね、うん、やるっていうのは続けることの方が大変なのね。そうそう、続けることの方がすごく大変。うん、確かに、まあ、夢ってどこでもいいじゃん。どこの地点の夢でもいいかなと思って。まあ、始められる人も少ない中、始めようと、はいはい、でした。で頑張ります。血液型 A 型。本当本当本当何型 A 型。本当本当何のバイトしてましたか？バイトはたくさんしてたんですけど、一番長くしてたのが相席バーのバイトです。ここで翔太くんと出会いました。はい、当時はお友達でした。お互い彼彼のがいたので。その時いたの？いた時期もあった。あ、そうなんだ、うん、知らなかった。でもほら、クズカレとか付き合ってたもん、その時期だもん。あ、そっか。相席バーで埼玉ってなったらもうほぼ1、2択ぐらいになる人でも当時さ、私たちがバイトしてる時期ってなったらさ、あそこしかなかった。もう一つしかないから。そうだね。まあもうみんな、まあ、検索したら出てきます。埼玉の人はわかるかもね。埼玉の人はわかると思う。うん、ちょっと軽めのやつ。はい。いつもスタバ何飲む？いつもスタバココア飲む。次次、自分の一番好きなところはどこですか？自分の一番好きなところは、一番って難しいんだ。いいよ、じゃあ3つ1、すぐ行動できる。おお、すごい、それめっちゃいいところ。2、ポジティブ。うん、ポジティブだね。 3、笑顔が可愛い。おお、愛嬌があるってことです。全部合ってるね、いいところよっと。でも1個目に関してはちょっとあの長所であり短所であると思ってる。自分で行動を早くしすぎちゃって後悔することもまああるかなっていう。コロコロ変わるの？そう、結構コロコロ変わっちゃうから、それで人をちょっと振り回してしまうという短所というふうにも自分では分かってる初恋はいつでしたか？その時の恋は叶いましたか？初恋は多分小4、5、うん、ぐらい。消しゴムのさ裏にさ書くとさ叶うみたいなやつで、消しゴムの裏に名前書いてたの、うん、そしたら私その消しゴムをさ落としちゃって、うん、で誰かが拾って中見て、まあ、見るじゃん誰のかなって、うん、えみたいなみんななったの、うん、でこれえ私のじゃないみたいになって、うん、私のじゃないって言って消しゴムバーンって捨ててゴミ箱にこんなの違うよって言って捨てて、うん、終わりました。恥ずかしかった。恥ずかしかっただからもう書いてすぐ落としたから、なんか1週間ぐらいで終わった。あ、そう、それから好きじゃなくなったの？うん、やっぱ恥ずかしいってさ、この当時の。そうだね。そう、すごい、うん、ちなみにその子は私と一緒によく鼻血出してた子だった鼻血フレンド。鼻血フレンドだった。 MBTI。 あ、出た。私なんだっけ？あなたは主人公です。私主人公だ、うん、でもこれやる前から俺主人公だと思ってた。嘘。1個ずつ当てはめていくと絶対これ。主人公の特徴ってなんだっけ？なんか熱量があるのと、うん、カリスマ性があるのと、うん、繊細で気配りができる。あとなんかすごい優しい人に、うん、やった。私優しい？優しいんじゃない？なんでよ優しいって言って優しい。優しい。苦手なことは論理的に考えること、うん、誰かの発言をスルーすることが苦手らしい全部受け取っちゃう。全部受け止めちゃうんだってそれはそう。いいやつじゃん、ただの。めっちゃいい人めっちゃいいやつでございます。でも結構当てはまってると思う、うん、結構その主人公っていうのを調べてもらったら分かると思うんだけど、うん、こんな感じですよね私、うん、だからなんか今までのなんか煮卵ってやってた煮卵とはちょっと違うかもしれない。こうなんか違うようで近いと思うけど。違うようで近いか、うん、です。はい、ということで終わりでーす。改めて自己紹介動画でございました。改めてというか初めてです、作ったの。なんか最初からあの恋愛心理ですみたいな感じで撮ってたから、こういうの撮ったことなかったの。5年越しにやっと撮れました、自己紹介動画。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。ウィズ翔太くんでございました。ありがとうございました。それではまた次回、バイバーイ。バイセコ、バイバイセコ、バイバーイ。